クッシュ皆さんこんにちは、加藤です。今回は、タカチャンネルズのマッコイたちがですね、僕の行きつけのお店、エビスビアホールにですね、営業妨害を仕掛けた件についてお話ししたいなと思います。おい石橋マッコイちょっと来い、バカ野郎てめえ舐めてんじゃねえぞ、バカ野郎おいオーナーがかわいそうだろ、バカ野郎 やりすぎなんだよてめえこの野郎マジでよだいたいよ俺はよ恵比寿ビアホールによ大体いい週4回か2回なたまに0回の時もあるけど結構行ってんだよな俺は常連中の常連なんだよバカ野郎な俺がひいきにしてる店をよバカにしてんじゃねえよバカ野郎なコメント欄見たらよ オーナーのなんか接客が悪いだとか言われてるけどよあのオーナーは最高なんだよバカ野郎めちゃめちゃいい人だからなあの放送を見たらよなんかすげえ仕事できねえ無能みたいになってるけどよ全然そんなことねあのオーナー最高だから俺大好きだからよなめちゃめちゃいい人俺が店へ来てよ加藤君元気みたいな、えー、今日も来てくれてありがとうねみたいな感じでいろいろ気遣ってくれて 本当にね、思いやりのある人なんだよ、あのオーナーは。なそんないい人をさ、あの放送見たらすげえクソみたいなやつ見えるだろう、バカ野郎は。なバラエティって言ってもよ、限度があるんだよ、バカ野郎。反省したら、もうちょっとあのオーナーがいい人に見えるような番組もう一回撮り直せ、バカ。わかったな。待ってるぞ。クッション